何ヒール長靴なんかなんか変なのゲットした。やったほい。ということで今回もやっていきたいと思います。さあもっとコインがいるとわがままを言われているので今のお願いはこんな感じです。地下室でコイン集めて。私星2でもめっちゃ難しかったんだけど、あれなんや、ルイージの助けを借りたら旗がルイージに変わるんや。地下室でコイン集めてこよう。あ、200枚まで集まるやん、これ。ちょっとばかり私の道楽に付き合ってもらえない？地下室にコインをばらまいたんですけど、誰も取れないの。あなたはこの部屋のコインすべて取れるかしら？気まぐれな金持ち。嫌なやつだな。コインをすべて30枚取ってからゴール。そういう条件とか今まであった？条件、今回が初めて条件付きってことか。なるほど。コインをすべて取ってゴール。やばいね。頑張ろう。あなたにコイン、おっと？あなたにコインが取れるかしら。うわぁ。やめてよー。よいしょ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。コイン、あ、そっか、そういう取り方もできるのか。よいしょ。それやったらまだラッキー。あ、これもしかして、あ、なるほど、そうやって移動していくやつね。ほうほうほう。あれやん、あれ。マリオオデッセイでもあったパターンのやつ。でかくなった。気のせい。よいしょ。ははー。これでちょっと上まで行って。あ、この上はない感じ？あ、なるほど、なるほど。じゃあもう大丈夫か。やっぱり巨大化しうる。うわあ！ちょ待って、めっちゃびっくりした。今すれ違ったよね。よいしょ。無敵やん。無駄に使ってしまったかも。へいへいへい。これ上から順番に取っていった方がよくない？ああコインをめちゃくちゃばらまいた。よし。で、ちょっと待って。はい。このスター使っていって。あ、すれ違うときは大丈夫なの？そういうこと？なるほどね。うん、うん、うん。怖。よいしょ。甲羅を使って。危な！待って、コーラめっちゃ暴走するんやけど怖い。すげえ狂気になってしまった。やばいやばいやばい、やめてください。最後になんかのこのこからコーラをひっぺがして終わった。はい、右の部屋。これなんなんやろうな。アリンコなんかな。ちょっとよくわからんけど。で、あれでしょ、こいつらもうそうやって吸い込まれてやってくるわけでしょ。やめていただきたい、ちょっと。ちょっと。うわ、向こうから出てきた。あ、やっぱ、そうやってこっちまで飛んでくるんですね。あと一個、あと一個、あと一個。あー、取れた。よいしょ。これで、あと一番上だけ。待って、あいつ、あれじゃないの。どれ？わかんない。思ってたやつと違った。一瞬ウェンディって思ったけど違うね。誰あれ？いやー、ちょっと現れないでよ、そんなとこから。怖すぎか。くのいちやん、くのいち。もうやめて。あ、あとはもう旗を目指すだけ。よっしゃ、頑張る。30枚全部。ゲットできたー。なんかあるんかな、ここ。なんもないやん。ジャンプのためか。全然ダメやった。全然ダメやった。つら。ふう、でも集まってよかった。さあ、これで243枚。あ、本館作れるんじゃないこれ。東館1階、はい、2段階目。
ものがあります。同時進行できるってことやね。今はこんな感じです。本館作ろ。本館じゃあ本当に作っちゃいます。オッケー、それじゃあ工事スタート。あー一気に5コインになった。4段階なんや真ん中は。本館1階の工事始まりました。担当は赤キノピオ、よろしく。じゃあどんどんお願いを叶えて工事を進みましょう。え、一人で作るよ本館、やばいね。マリオさん、新しいお願いが来ました。さあ次はブランコクレーンのアスレチック場。めっちゃ難しそうやん、なんかブランコクレーンのアスレチック場を作ったぞ。ゴールできたやつにはご褒美を出すぞ。 L の左右で体を振って B でビョーンと言ってくれよな。人気量の MC なんだそれ。ではお気をつけて。揺れて B でビョーン。ブランコクレーンのアスレチック場。あ、こういうやつか、なるほど。おお、びっくりした。こういう。揺らして揺らして、ぴょーん。なるほど。いくぜ。ていてい。でもこれ下に落ちても多分ね、バネ。お、やった。は。はい。ほう。あ、ダメやった。ダメやった。どう行けばいいかな。あ、ここにバネがついたんか。ってことは、こういうことやね。おっと、これ下。ん？下が危ないぞ。これは一旦落ちるべきってこと？待って！危なー！は、ペイ！うー、危なかった。中間地点取れた。ウェイーって無理やけ、無理やけ。あ、待って！これあれやん。めっちゃ無敵やん。普通に行った方が良かったかな。下を通って。はっ。うう。うるせえ。ああ、あそこ行けたかもしれんかったのに。あっこは多分無理やな。私絶対落ちる自信しかない。はいはい。え？え？え？待って待って待って。はい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 。行くぜいー、ペイ。よいしょ。キノコー、あぶなー、何も見てなかった周り。怖っ。はい。あーちょ待って、助けて。ふー。行くぜ。あーちょっと待って、ここまで来たのに。あ、でも中間地点取ったんか。もう一回ぐらい無敵。あー出てくれないかしら。ちょっと今のうち、ちょっとこっち。危ねえ。苦しそう。いけるかな、あっち。はい。あ、いけた。え、待って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 。あ、そっか、沈んでくんか。素早く向こう側に渡らんといかんのやね。なるほど。よいしょ。あー、ダメやったー。ちょっと待って。そのまま行く。そのまんま行く。これは怖いやつ。でいー。はっ！いやー、よかったー、いけたー。さあ、向こう側に渡りたいよ、私。いけ！おー、危ねー、落ちるかと思った。ふぅー。これ揺れてさ、向こうのあの上行けるんじゃないかなって思うんやけどさ。よっしゃー、やめた方がいいかなって一瞬思っちゃった。さあ、何がもらえるでしょうか。何今の。コイン10個。あ、これでゴールなのね。よかった。めっちゃ難しかったんですけど、私的に。あ、これで東館1階が完成？やったやん。まだまだあれない。扉ができてないですけど。そういう感じ？なるほどね。完成しました。オッケー、東館一貫落完成です。さあ、いよいよ本気出していきます。フレーフレー私、フレーフレー親方、自分やん。あ、そうだ。R、押し込みでお城全体を見渡せる。さあ、どんどん行きましょう。ふんふんふん。受付キノピオのお願いを叶えて、コインを集めてくださいね。これで、あ、なるほど、全体が見える。
誰？消し消し。誰なの？今のお願いはこんな感じです。くつくつ大作戦。あ、なんか難しさランダムなんやね。どんどん増えていくんかと思ったら。これ1や。いろんな種類の靴くり棒を並べました。靴くり棒？もしかして私が髪の毛生えとるって言ったやつかな。靴を履けばトゲチ系の上も歩けますよ。脱ぐなら R です。あと大きい靴を履いたら空中で L を押し込みしてボッフンできますよ。ボッフン。人気量の DJ。あ、MC じゃなくなった。それではよろしくです。くつくつ大作戦。思った以上にジャンプ力があった。よいしょ。あ、これか。くつくつくり棒。あ、これで、いかんといかんってことかな。いた。痛い。よいしょ。これで、この上も、おお、通ってきる、通ってきる。すげえ。待って。よいしょ、オッケー。あ、この中に入ってもこのまんまなんやね。いろんな種類乗ってるけど、この種類しかおらん。ふにぎ、こい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 。なんか、この後さらに出てくるんかな。やめてよ。靴を燃やそうとするのはやめてよ。なんか落ちてきそうですよね。いやー、靴が脱げた。それだけ聞いたらめっちゃ間抜けやけど。お、でっこ。やったー、巨大。痛い。やめて。巨大のやつは、なんて言った？なんかこれで。あれ？わかんねえ。わかんねえ。これに入っとったら、無事でいけるわけはなかった。小さいやつじゃないといけんねや、あっこ。はぁーん。何？ヒール？長靴？なんか、なんか変なのゲットした、やった。いやー、ちょっと待って！びっくりする。そういう感じですか。この中入れるんかなとか今思いよったのに。う、羽根つきや、羽根つき。ね、それ欲しい、それ。ちょっとこっち来て。それもらうけん、ちょっとこっち来て。ほらほら。私がいただきます。よいしょ。これで、あれ？これは。あ！なるほど。B 長押しで飛べるんやね。どれぐらい飛べる？こう、今ぐらいの間だけか。なるほど。ああ！ああ、羽！ああ、羽！くっそ、脱げちゃったじゃないの。やめてよね。よいしょ。お！お、いけるいける。私、あ、もうゴーリアン、早い。よいしょ。待って。よいしょ。は。えい。で、そこから、高いところに行きたい。あー、羽のやつが欲しかったかな。ほら、中途半端。ま、でも、ゴールは簡単やったね、ここは。イェイ。いい感じで溜まっていく。あと2段階やね。もっとコインがいる、分かってます。待ってて。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか敵にもめっちゃいろんな種類おるんやね。靴履いてるグリボーとか初めて知ってんやけど。